お笑い芸人の、アキラ 100%、43、が、17日、東京、サンシャイン、シティ噴水広場で、昨年の大晦日に、日本テレビ系で、放送された、ダウンタウンの、ガキの使いや、あらへんで、絶対に笑っては、いけない科学博士、24時、の、DVD、ブルーレイ、発売記念イベントに、出席した。全裸にお盆で股間を、隠す芸で人気の、アキラだが、この日は肌色の、パンツを履いて登場。前後左右、4フロア吹き抜けの、ステージのため、股間を、鉄壁ガード、して、ネタを披露した。360度オープン、フロアで見られる、営業は初めて、今日はアキラ 95%、くらいです、と苦笑い。ココリコ、遠藤肖像。46、からも、見えてたら、警察が来て、連行ですからね、と突っ込まれた。アキラは、パンツ着用について、会場側と、協議の結果です。ティーバッグに肌色の、やつを2枚重ねした、2000円くらい、と詳細を説明。股間が見えるか、見えないかの、スレスレで勝負、しているだけに、角度に弱いんです。野球で言うと、フェアグランド、90度くらいまで、と弱点を明かした。昨年の同番組で、俳優の、原田優に、47、と共に全裸芸を、見せて話題を、呼んだ。笑いに果敢に、挑んだ、原田について。稽古は30分、くらいでガンガン、脱いでた。お盆に慣れて、ないから、原田さんの、ドラゴンが、ガンガン見えてた。と笑いを誘った。ダウンタウン、ココリコ、月底放生、49、らが、笑ったらお尻を、縛かれる、というシンプルな、ルールのもと、笑いのトゲ客に挑む、同シリーズ、長年、お尻を、叩かれ続けてきた、遠藤は、一尾かけて、258くらい、食らう、と苦笑い、田中直樹、46、は、痛くないと、思われるけど、蓄積されると痛い。同じところを、叩かれるのは、嫌やから、食らう場所を、微調整してる、と明かした。このほか、アウト、の、声でおなじみの、吉本、クリエイティブ、エージェンシー、の藤原感謝長、49、が登場した。